はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード、先行配信、多分先行配信は今回が、最後になります。多分発売日前日になります。今回はまた進めていくんですけれども、ちょっとシフのですね、武器が手斧がやっぱ若干火力不足なんで、手斧を変えましょう。で、地図上からなんとショップインフォが見れるんで、何売ってるか、ここでどこがいいんだ。クリスタルシティはね、なんかいいのがなかった気がするんで、ちょっとバファルまで移って、メルビルとかどうなの。マジカルメルビル絶対ダメだ全然あの斧とか関係ない、細剣店とかさ、細剣しか売ってないでしょ。で、バックスはないね。カットラス、ライトヘルム、ガーディアンリング本店、あ、ここハンガーって何、高いけど。戦斧の660、フランシスカか。この2つだな、戦斧にするかフランシスカにするか、ちょっとだいぶ値段が違うんで。というわけでメルビルに一旦行って、イスマス、あれイスマス持ってたんだ、イスマスブロックされるし知ってます、イスマスブロック今みたいにね、移動するとイスマス城でブロックされるっていうね感じなんで、だからこれは変わってないのか、イスマスブロックはじゃあちょっと一回ローバーン行こう。で、ローバーンを経由してメルビルへ行く。で、さらにファストトラベルで本店だっけ。いらっしゃいませ。で、こっちの商品が見たい、ハンガー、こっちになった普通にこれ小型犬か、25で、戦斧が17、フランシスカ31、いやだいぶ違うな、倍とは言わないけど倍近く違うけど、料金は8倍くらい。超悩む。660円だったら、まあ、ほぼほぼ痛手はないよね。でもいずれフランシスカにするんだったら、もうフランシスカにしちゃおう。片手斧ってなんか取れるやつで、なんかめっちゃ強いっていうのがねなかった気がするんで、ちょっとフランシスカでもう当分やりくりするしかない。というわけで手斧を、結構いっぱいあるな、なんか売るもんもいっぱいあるな、フランシスカにしよう。片手斧スキルがレベル1っていうところがまたよろしくなくて、ローザリア術法師がでもまだあと少しで3になるんだよな。これを3にしておきたいから、そうだね、ちょっと港へ行こう。船着き場、ちょこちょこしたイベントを進めていこう。マリーンのイベント進められるかな。いる、あ、いた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 。すみません、これくらいの大きさのニンフの像を探しているんですけど、何か心当たりはありませんか。ニンフ、ニンフです。下半身が魚みたいな、あの女の子の像なんですけど、知りませんか。知らんな、それがどうかしたのか。ウコム様のところから3体の像が盗まれたんです。1体は取り返したんですけど、あ、だから私がここにいるんですけど、あと2体を探しているんです。私マリーンって言います。何か手がかりが見つかったら教えてください。わかりました。で、ミンサ側のコツはやっぱりね、いかにイベント数をこなすかっていうことなんで、なくならないうちに、別にこれはなくなること自体はないんだけど、メルビルの襲撃事件が始まっちゃうと任務進まなくなっちゃうんで。護衛を引き受けてくれないか。俺を狙ってる奴らがいるみたいなんだ。任せなさい。ありがたい。俺の名はルイ。メルビルのウコム神殿まで行くから、ついてきてくれ。千金ゲット。金も手に入った。おい、いくらで引き取るか決まったのか。まだ決まっていません。明日改めて来ていただきたい。明日決まってなかったら、よそへ持っていくからな。宿屋で一晩休もう。
モンスター、すげえ普通のモンスターだ。ボス戦だな。ただじゃあ一応ボスの音楽だから等倍でいきますか。はい、先に覚えた49とか。あれこいつがちょっと強い、そんなことないな。よし、フランシスか。やっぱり火力はだいぶ上がってるけど、ちょっと待って、耐久力があるな。周りの虫は絶対雑魚だよね。まあでもガンフィッシュから先に吊るしておくか。あ、サイコブラストいける。ハヤブサ返し、いやもうこの過激マジで強い。もういいね、いいね。バッターシフト火力がだいぶ上がってる。そしてサイコブラストは相変わらず強い。あんたらを雇っておいて正解だったよ。海沿いの町に行くといつもあいつらが襲ってくるんだ。さあ、ウコム神殿へ行こう。ルーイさん、あなたの条件で引き取ることに決定しました。そうかい、そいつはありがてえな。あれがお前の探していた人夫像か。ええ、これで2つ取り返しました。でも悲しいです。金が全てだと信じている奴は多い。あの化け物たちは何だ、お前の仲間か。彼らも私もウコム様のしもべです。像が盗まれてウコム様は大層お怒りです。早く3つ目を探し出して、今度こそ不幸なことが起きないようにしないと。南エスタミルにもウコム様の神殿があります。行ってみましょう。で、ちょっとプレイヤーノート見てみますか。盗まれた人夫像、ウコムの元から3体の人夫像が盗まれた。あと2体を探している。見かけたら教えてほしい。ルイは消え、像だけが残った。残る1体はもう一つのウコムの神殿がある南エスタミル。というわけでパパパッと行きますか。南エスタミルだからクジャラトリオか。クジャラートの南エスタミル。ルークの神殿までファストトラベルで行けるかな。いいね、早い、はい、人夫像を持った方などいらっしゃおりません。おかしいな、必ずここに来ると思うんだけど。ウコムの怒りを恐れて船には乗れまい。そうなるとまだ北エスタミルだな。さあ北エスタミルへ、ローザリア領。で、そこからまたファストトラベルで、今度はパブだな。パブに行ってで、こいつらでいいんだっけ。イニシエのエスタミル王国。ヴァンパイアの話じゃねえよ。こいつかエスタミルがくぜ、ドイツだ。エスタミル王荷物を抱えた落ち着かない男いましたよ。さっきまでそこでタルビーっていう悪党と話をしてましたが、一緒に出て行きましたよ。船に乗らずに南エスタミルに行く方法を知りたがってたな。タルビーは悪党だからな。今頃あの男身ぐるみ剥がされてるんじゃないか。で、下水も行けるの。ちなみに、あ、なんか下水はなさそうだな。下水はじゃあ歩いていきますか。どこだっけ入り口。しかも入り口いっぱいあったっけ。
マップがない。こっちよ。あ、そうだ、案内してくれるんだっけ。俺も早いぞ。こっちよ。ちょ、向こうも早いけどね。ちょ待って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 、こっちよ。ひたすらついていく。敵がいる。いいだろう、相手になる。でフランシスからな。でサイコブラスター使えないから倍速でいきましょう。おお、なんだ、あっ暴走か。マジで早すぎてわかんねえ。あ、死んだ。マジか。シフが落ちたか。あっ、2ターン目で使えるんだ、あれが。サイコブラストが使ってなかったけど、それはちょっと覚えとこう。こっちよ。いきなり出てきたな。こっちよ。誘導されてきてるだけだから、自分が今どこにいるのか分かんない。その荷物よこしな。そんなにビビることはねえよ。命までは取らねえよ。急ぐぞ。でここワンサがいるんだよね。シカとする。え、なんか強いカニが出てきたな。大丈夫か。ここはちょっと衝突圏でいくか。スプラッシュアロー、クローディアプラ4だから3ずつ使っていけば1ずつ溜まっていく。バーマルの火力がだからなさすぎるんだよな今。どうだ、これいくつかな。ここ100も食らうのかよ。よし、連携が、この2人で連携が進めた。あ、3人連携になってる。デトラメ屋いいね。よし、倒した倒した。真ん中のやつさえ倒せばもうあとはどうとでもなるな。狙い撃ちか。で立ち切りの一応サイコブラスト使っとこう。念には念を入れて。あれ、こいつ結構強いやつだっけ。ヒットポイントが高いやつだっけ。これグレイ、あー大丈夫か。サイコブラスト、よし。BP 上がってくんねえかな。よし、 BP 超重要。兄貴たちは二人とも。そうよ、あなたも。このままじゃ危ないわ。分かったよ。せめて自分の手でこの像を海に返したい。これを手に入れたノースポイントの海に。それがいいわ。そうすればウコム様の怒りも収まるわ。行きましょう。スキップはできない。頑張っていってるな。大兄ちゃんも中兄ちゃんも死んじゃったの。大金持ちになろうなんて欲をかくからだ。普通に幸せならそれでよかったんだ。さあ、象をウコム様にお返しして。待てー、おばあちゃん。おばあちゃん見つけたよ。誰にも渡せないよ。これで大金持ちだよ。おばあちゃん、どうして。私の役目も終わりました。海に帰ります。また会えるといいですね。よし、ジュエルゲット。で今回ね、マリーン仲間にできるキャラなんで、まあ、いつかはちょっと使っていきたいとは思います。さようなら。
ノースポイント初めて来たな、ノースポイント。で、ニンフ像見て、最後の一体見つけてノースポイントの海に沈める。すべてを海へ、怪人ウコムの元へ返した、命と引き換えに。で、まあ、せっかくは地図ももらっていくか。ここって誰か仲間いるの？あ、ゲラハがいるか。いる、ゲラハ。で、スキル屋さんは何がある？キャフか。マニピュレーター旅称3にしときたいのもあるよね。3にすれば個別でも覚えられるんで、買えるやつはもう全部買ったのかな。で、地図だけくださいと。で、そこからローザリアに行ってクリスタルシティで、ローザリア術法師をまずは3にする。468高で、これで個別でスキルが学べるようになったんで、139あるってことは、グレイの剣を3にしたいんだけど、長剣、あれなんで赤いのこれ。このスキルセットでよろしいですかっていうこと。でも斧とかも普通にやりたいよね。これって盾とかもやっぱ覚えておいた方がいいのかな。10円だしね、安い。 1にはしておこう。返却権限が覚えられる。で、シフも1にはしておいて、で、バーバラも1にしとこう。アイシャは盾使わないからね。これで100か。まあいいや。で、お金は1000円。フランシスカ買っちゃったから。時間が1、2、3、4、45くらい経ってんな。じゃあちょっとまたお金を欲しいんで、スマス城に行きますか。いや、パワーデビル多分倒せねえな、ただこの実力だと。ちょっと行くだけ行こう。パワーデビルは別に、ちょ、早い早い早い。チェインはしなかった。あ、武器だけは結構強めにはなったけど、あとバーバラカだから。あ、サイコブラストいける。あ、そうか、ローザリア術行使3にしたからもういけるんだ。それであれば。そしてさっき盾発動したな。盾を覚えた甲斐があった。ということはまずアイシャの生存が最優先だな。イスマス城、ちょ、待って待って待って、わからん。125こいつ強いんじゃん。わかんない。もうサイコブラストの前では全員ザコだ。よし、 BP もアップ。まずはアイシャを生かす。それが頭さえ生きていれば雲は何度でも復活する。最悪グレー、お前も切り捨てることになる。今日めっちゃ追っかけてきてる。あれ、アルベルト、こんなとこにいんの？私はアルベルト、ローザリア王国イスマス公ルドルフの息子です。俺の名はグレイ。モンスターの大群に襲われた城を脱出してから各地を放浪し、やっとここまで来ました。これからクリスタルパレスへ行って、ナイトハルト殿下にお目にかかるつもりです。かわいそうだ、助けてやろうって言ってもさ、無理なんだよね。は、貴族なんか大嫌いだ。ダメか。ダメか。かわいそすぎる。すまん。キットンソックス、これ売ります。スマートガード、こんなとこにあんだ。スマートガード、ニコキ。ああ、そうね、これはあったね。ちょっとめんどくさいから読まないけど、前回読んじゃったから。で、あとは広間にいるボス。ちょっとこの実力だとマジで。今度はお前の番だ。一
ターンにつけても1体死んでいくからね、人が。で、ショック受けた。アイシャがショック受けてる。あ、やっぱり攻撃してくれなかったわ。ショックってあれか、術を阻害するのか。多分。こいつも倒そう。前哨戦だ。回復薬は2人いるからね。まあ、ちょっとアイシャも合わせてたけど。よし、治癒か。ちょっとクイックセーブしていきます。ガチでいくから、まあ衝突拳だな。パワーデビル、スプラッシュアロー。あ、待って、あ、デタラメやってゴム使うの。じゃあ無理だ。炎月の衝突のサイコブラスト、ウィークネス、まあ、しょうがない、これはしょうがない。シャドーボール300種。何すんの、スターを追ってよ。混乱した。この混乱がどう出るか。これ2ターン連続で打てる？打てないわ。エナジーボルトが2、プラニカ、じゃあ6になるな、これで。ちょっとアイシャが生きてるような話だ。これが私だ。いや、まだ早いな。ここはまだ早かったか。クイックチェックだと覚えたけどさ。周りは倒した。パンチ痛い。てかマジでシフが強い。シフが生きてればもしかしたらなんとかなるかもしれない。影縫いどうだ、当たるか。いやー、シフやられたらもう無理だよ。影縫いも無理だよな。ちょっとやめてくれないかな、下切りは。癒しの水でさ、シフ蘇らせてさ、てか浄化の水使ってくればよかった。一応蓄体砲無理だ。こいつはマジで何をしている。ほら、マジ痛い。無理でした。じゃあちょっと一回もう撤退しよう。ここはで撤退して、四天王普通に出てきてるし、じゃあ普通に相手をしてあげるか。まあサイコブラスト、四天王イベントを進めていきましょう。まあ、タイニーフェザーの依頼も受けたんでね。まずは推理。あれ、これ時間的に大丈夫、時間っていうかそのゲーム進行度的に大丈夫かな。受けられるかって。なんかこいつ、おい、いっぱい出てくるな。バブルブレス、いいね、いいね。で、どちらに進ますの。出口はこっちか。南、ちょ最後バーマラどうする。マジで今だから長剣使いが普通に2人いるんだよね。かぶってるんだよ。なるべくやっぱりかぶらせたくない。なんかいろんな武器使いたいよねっていうのがあって、じゃあどうしようかっていう話なんだけど、どうしようかっていう話なんだけど、とりあえず南エスタミルへ行きます。でファーストトラベルでパブまで行って、うわー、あいつに狙われた。どうだ、一杯飲んでく。あ、やばい、仕事がない。まだか、まだ俺の実力では依頼を受けられない。じゃあどうしよっか。なんかやるのある。ドライランドに行ってガレサステップ
歯医者がいるんで、ちょっと村だけ覗きに行きますか。村はすぐここにある、歯医者の村。ここが私の村よ。サータル、ウワサカーキス。寂しい村だな。誰もいない。中には入れないのか。アイシャどこ行った。あ、いたいたいた、超わかりづれ。ムイメアメホメチセルフユトイイニオホリサトウエリウエリ。アイシャ落ち着け。ごめんなさい、でもみんないないの。どこか行っちゃったの。荒らされた様子はない。まるでついさっきまで人がいたようだ。どこかへ移動したのだろう。元気を出せ、俺も探してやる。ありがとう、ありがとう。タラル族消失。ちょっといろいろあるな。タラル族消失、急に村人がいなくなった。荒らされた様子はない。勇気の証、第二フェザーの羽を見つけた。火神防御林、トマエ火山。刀の声はもう聞かないっす。進んでるのがこれか。丸ついてるさ、多分もう終わったやつだよね。で、お金は1500円か。いや、マジでバーマラ悩むな。ちょっとバーマラの装備だけ、細剣使わせる？大地の剣を取るために。結局大地の剣を取りに行くってことは細剣を使うから、そのためにはショップリストを見よう。とりあえずローザリア、北エスタミルとかなんかいいのない？細剣ショップってそれはどっかなかったっけ。メルビルか、細剣店。レイピア強いんだけど、まあ確かに高えな。2000円か。だったらドレスローソードプラス1の465円。ここだったらメルビルだいぶお世話になる。イスマスブロックされた。え、これこっからイスマスブロックされる？メルビル行こうとすると。あ、これは大丈夫か。一回ブロックされるだけだ。で、細剣店、どこだ細剣のお店って。ここか。隣だった。すぐいらっしゃいませ。細剣派か斧墓みたいな感じだよね。13か。え、 13？ え、じゃあ21、2100円で21だったら、ちょっと2100円貯めよう。で、帽子いらないでしょ。これもいらない。シングルソードもいらない。弁当はマジで使わないから。ハープーンも使わないでしょ。よし、これで2300円貯まった。とりあえずで、レイピア買ってあげよう。で、じゃあバーバラちゃんはシングルソード外してレイピア OK。 これでみんな20は超えてる。あ、ま、弓は20超えてないけど、まあ20だとして19だから。よし、武器はだいぶ揃いましたね。という感じで、まあ、戦力とりあえず武器はこれで進んでいこうと思います。あと、まあお金に余裕が出てくるかどうかは分からないけど、余裕が出てきたらちょっと防具の方も揃えていきたいと思います。で、あとは、スキル的にデビル3の武器を、あ、違う、待って待って、細剣だよ。だから細剣、今気づいたよ、喋ってて気づいた。細剣のスキルだよ。ないでしょ、旅芸人ないや。ちょっとバーバラ、じゃあ細剣のスキルのあるやつを名乗りたいんで、まあ、それをゲットしてからだな。ってことは、ちょっと待ってね、シングルソード一応装備させとこう。ジュエルがだって今いくつある？ 127 か。127だったらいけそうだな。ちょっと細剣スキルを、覚えてから次回やっていきたいと思います。まあ、これでだいたいある程度ミンサがこんなゲームですというのが分かったと思いますので、
まあ、発売したらまたガンガンやっていきたいと思います。では今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。ミンサガの発売日、リマスタード12月の1日となります。